はいどうも皆さん、初めての方は初めまして、四季島と申します。というわけで今回やっていくのはエルデンリングで、前回は海を渡ってきたところですね。はい、うん、姫様もやる気十分です。よろしくお願いします。はい、で前回海を渡って海底洞窟を通ってね、でこの島の方に来まして、でこっからですね、こっからやっていきたいと思います。うん、場所はここですね。はい、とよし、はい、というわけで早速ここですね。なんかお硫酸協会はて、これは石像ですね。なんだ石像か。でこれは硫酸の儀式。竜の心臓と引き換えになんか覚えられるってやつか。竜の心臓か。というか竜を倒さないとダメですね。アギーレとかね、いましたからね。あれ倒さないとダメか。そうですね。もしかしてこれだけ？これだけ？ここ。もしや。もしやこれだけ感がある。なんか面白いものを覚えられそうではあるんですけど、さすがにね、さすがに、あの竜を倒すのは今の私だと無理なので、あ、これだけっぽいな。なんだ。うん、ここですね。前回ね、ちょっと見つけておいたんですよ。主なき猟犬の風呂ですね。さて、姫、ここをちょっと入ってみましょう。なんかダンジョンかなんかだと思うんですよね。うん。ね、さっきのね、硫酸協会とやらは、ちょっと肩透かしを食らった感が半端ないので、はて、ダンジョンというよりミニマップ感的な、ボスか。あー、こいつが封印されてるとか、なんか、そういう感じか。やっば、ダメージでかいな。半分以上持ってかれたか。あ、いえ、待てい、姫、ちょっとこいつはまずい気がしますぞ。動きがちょっと速くて瞬、あっ、ダメか、クソ。これちょっとレベル合ってないような気もするんですけども、でも結構ダメージを与えてるんですよね。あー、ワンチャンあるか？ワンチャン。ちょっとね、レベル帯が上がっ、合ってないような気もするんですけれども。ダメージを見る限り、やってやれないことはないような気がする。ちょっと、何回か試してみますか。ちょっとね、こういう、勝てそうな気がするっていう、絶妙な、レベル具合が、楽しい。さて、来ましたね。よし、まず開幕アドバンテージ、開幕アドバンテージ、ギャー、やっぱり結構ダメージ通りますね。あ、はい、え、なに、ギャー、ダメか、つえ、つえ、ちょっとこいつやばい、強いな。エルデンリング初めて以来の強敵ですね、これ。うわ、強っ。今回はちょっと相手の動きをよく見ていきましょう。とりあえず相手の動きを見てからですね。ガー、しまった、開幕アドバンテージが。で、突っ込んでくるわけではないのか。闇雲に突っ込んでくるというわけではなさそうでございますよ。姫、ナイス、姫、ここ3、よし、あそこ3回は読めた。で、ここよし、2、あっ、で、ここジャンプ。なるほど、3回ですね。基本的に、くそ、3回振ってくるのか。1回、で、ここよし、あっ、くそ、ダメか、くそ、ダメか。でも結構減らしましたね。
2回から3回、3回ですね。相手は3回剣を振ってくるって考えた方が良さげかな。こっからの開幕アドバンテージ、よしよし。この開幕アブアブラーダーダー、よしで、1回パターン変えるのやめてくれ。ギャー、ちょっとパターン変えるのやめてくれ。ちょっとちょっとちょっと回復する暇ないな。よし、まだ来るのか。ちょっとお暇をいただきたい。姫、踏ん張りどころだ。あ、来た姫、踏ん張りどころだと思ったのに。とりあえず落ち着きましょう。落ち着いていきましょう、姫様。落ち着いた状態で開幕アドバンテージ、よし。開幕アドバンテージで、ここで気合負けしない。ここから気合負けしてはダメだ。気合負けしない、姫様、気合負けしてはいけませんぞ。前、よし、あえて前へ前へ前へ、よし、パターン入ったっぽい。爪くるで、あ、しまった、欲張ったか。まだまだいける、前へ前へ、よし、あと一撃、あと一撃だ、よし。くそ、よし、あ、くそ。だがいける、姫様、自信を持って、姫様、自信を持って、前へ。やったー、よしよし、勝った。ようやく勝った。猟犬の長牙、猟犬の長牙、剣か。よし、ようやく勝ったか。あー、ようやく勝った。やっぱりね、こういうのはね、気合で負けちゃダメですね。よし、姫様、お見事でございますよ。ふう、なんとか外に出てこれましたね。うん、疲れた。しかし、姫様もどうだ見たかと。どうだ見たかと誇ってらっしゃいますけれども、剣ですか。剣、猟犬の、これですね、猟犬の長牙。あー、ステータスがちょっと追いついていないのか。まあ、ちょっと装備してみますか。両手剣かな。うん、あ、片手でも触れるのか。そうか。まあ、ただね、ちょっと今はステータスが追いついていないので、まあ、そのうちレベルアップしていけば、うん、使えるようになるでしょ。地図からするとね、この辺りから降りていけないとおかしいんですけれども、前のね、海底洞窟みたいに、なんか洞窟を降りていくみたいな可能性もワンチャンあるんですけどね。で、あそこが滝なので、この辺りから降りられないかなって思うんですけれども、階段的なものもないですしね。おっと、あそこに上昇気流があるのか。そうか、あの上昇気流あたりで降りられるかな。ねえ、前回はね、なんかあの上昇気流の近くにね、降りても無傷だったので、今回も似たようなギミックじゃなかろうかと思うんですけれども、あそこか、もうちょっと奥だな。こっから降りたらちょうどいい感じ、上昇気流のところを踏めるのでは。あ、ちょっと遠かったかな。あー、しまった。ちょっと遠かったか。あったあった、ここか。ここから降りて死んだので、もうちょっと奥でしたよね。もうちょっと奥ん、もうちょっと奥だったはず。こっから降りたらダメだったんで、うん、あそこですね。ということは、この向こうか、この岩の向こうから降りたらいい感じなのでは、姫様。とりあえずこの辺りから落ちてみますか。トレントだったら大丈夫でしょう。いて、あー、もうちょっと奥か。いけ、トレント。あ、いけそう。はい、いけましたね。さすがトレント。その健脚ぶりに姫様もお褒めの言葉をいただけるでしょう。ん、
あれは商人では敵か。見慣れぬ敵だな。と、あ、か、硬い。ちょっと、ぼ、なに、え、なにそれ、なにそれ、なにそれ。なんか、ぶどう飛ばしてきた。ぶどうおじさん。ぶどう飛ばしおじさんですね。ちょっと硬いな。硬いということは、ただの、モブ敵じゃないな。それなに、それなに、か、いって。いって。ちょっと待て、ちょっと待て、なにそれ。あー、姫様が団子になった。くそー、モブじゃないけれどもボスでもないのか。ただなんか魔法を使ってくるのか。強敵か。相手は剣を、まあ魔法も使ってきますけれども、まあ剣も使ってくるということで、パリーでなんとかしてみましょう。練習の成果、姫、練習の成果ですよ。よし、あ、ダメだ、致命の一撃が入った。かあ、またしても、またしても、あー、でも生きてる。姫様しぶとい。とりあえずパリーができることは分かった。パリー惜しい、パリーよし、入った、よし、まだか、まだか。しかしこれで、あれ、ダメ、よしよし。その剣がもらえるのでは、その剣がもらえるとかそんなんではなかった。ああ、技か、グラビタス。うん、まあとりあえず魔法的なものも覚えたんですけど、うん、パリーが今回は行きましたね。練習していた甲斐があったな。さて、では、探索再開ですね。さてさて、そんなにね広い海岸ではないとは思うんですけれども、うん、カニがいるくらいで、なんか洞窟的なものがあるというわけでもないのか。ないな、なんもないな。なんだ、じゃあそうか、この浜辺の意味というのはさっきのぶどう飛ばしおじさんぐらいなものかね。特になんかないですからね。しょうがない、じゃあ戻りますか。うーん、まあとりあえず向こうですね。向こう岸か。向こう岸ってね、まだ私マップ開放してないんで分かんないんですよね。じゃあここから帰ります。とー、トレント、美しき大ジャンプ。はい、着地、無事ですね。さて向こう岸ですか。向こう岸ね、うん、とりあえずはですね、こっちから、行っちゃうとみんなの心が折られるところがあって、ちょっとね、まだこの辺り私早い気がするんですよ。でこっち行くと地獄なので、ということは自然に南に向かうしかないわけでございますな、姫様。私たちの道は南しか残されてござんな。なんかあるけど、まああれはちょっと気にしててもしょうがなかろうと思いますね、うん、ここを越えればね、前人未到の未開の地なる場所でございますからね。胸が躍りますな、姫様。では参りましょう。おそらく敵地ゆえに油断めされるな。ここは なんか飛んできた。しかも爆発した。やばい。大砲かなんかか。やっぱりなんかだったな。バリスタかなんかか。逃げ送りの大橋。物騒な名前の橋でございますけれども。姫様、とりあえず。あ、なんか姫様、動き鈍いぞ。しまった。重量制限か。とりあえず、ジャンプ。よし。何？敵もジャンプしてきた。ちょっと。とここは宮本武蔵戦法に切り替えますか。多勢に無勢ではちょっと分が悪かろうと思いますのでね。よし、こっからとパリーパリー。ダメか。ちょっと待て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 、一人ずつ来い、一人ずつ。卑怯な。パリー、クソ、ダメか。ちょっと一人ずつ来い。ちょっと姫様の重量が重すぎて動きが緩慢でございるか。パリー、よし、このタイミングか。よしよし、このパリーね、なんかちょっと極めたいんですよね。かっこいいから。あー、ハンマーか。潜水ではさすがにパリーはできますわい。よし、多分パリーね、できる相手とできない相手がおるようなので、
あー、右をやりたいんですけども、位置的にはこっちでしょと。よし、京都はうまい。ここズバッ、ダメか。もう一発やり、もう多分パリできないと思うんですよね。ただまあ問題はないですね。この辺りは本当に姫様も強くなられましたな。ただちょっと重量が重いので、ちょっと緩慢でござるので、ちょっとね、そのうち、荷物を下ろしたいんでございますけれどね。なんかもうすでにやられてますね。おっと、敵じゃないのか、 NPC か。こんなところになんか血だまりの上、怖えな。どなたかそこにいらっしゃるのですか。どうか私の話を聞いてください。私の名はイレーナ、南にある門の城から逃げてきました。城の獣木たちが反乱したのです。私は生まれつき目が弱く、はっきりとは分かりませんが、あちこちから恐ろしい雄たけびが聞こえていました。お父様は私を逃してくれましたが、ご自分はまだ城に残っています。それが首相たる務めだと。ほう、なかなか忠誠心あふれる方のようで。お父様が心配なのです。獣僕たちは怒り、私たち皆を憎んでいます。共に逃げてきた者たちも彼らに襲われ、誰もいなくなりました。門の城もそうなってしまうのではないかと。どうかお願いします。手紙を城に残ったお父様に届けていただけないでしょうか。首相たる務めを投げ打ってでも、私はお父様に城を離れてほしい、生きていてほしいのです。届けよう、その思い届けよう。ああ、ありがとうございます。ではこれを。イレーナの手紙、なるほど。このお願いします、どうか城に残ったお父様に届けてください。なるほど、これはこれは何か大切な手紙を預かってしまいましたな、姫様。その役割しっかりと果たさねば。こっから入れるんですね、おっと、あれは地図ではで、あっちに見えるのが門の城か。門の城って結構大きい感がありますね。でここで地図ゲット。よしよし、すすり泣き犯。何なんか飛んできたのか、なんか柱かなんかが刺さってる。あれが門の城か。ちょっと城の方から攻撃を受けてるっぽいな。バリスタかなんかあんのか。うわ、でっかい矢だな。矢がでっかい。私は死者でござる。上司殿の娘子から手紙を預かってきてるのでございますよ。とは言ってもな、話は通じない。なんかいるな、なんかでかいのがいるな。っていうか城もでかいな。探索しがいがありそうだが、さてなんかね、でかいやつがいるので、ちょっとあれはゴーレムかなんかでございますな。姫、とりあえずデカ物を撃つでござる。トレントの足を信じて。いてけどダメージ入ってないか。よし、でこっちのダメージは結構入りますぞ。姫、これはいける。姫、空振りしている場合ではござらん。空振りしている場合ではござらんぞ姫。ただ結構いけるのだよこれ。あー、痛えけどダメージないな。なんだこっちのダメージないな。あー、やったよし、オッケーでか、これでいいですね。よし、デカブツを倒れ、いやまだか。あ、まだだ、まだだ。あれ、よし、これでオッケーか。よし、デカブツを退治したでございますけれどもね。こんなやつが守る城か、大丈夫かな。なんか不安になってきたな。